俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回お話ししますのが、まあ、エヴァンゲリオンコラボの、まあ、情報まとめですね。まあ、パラパッと話していこうかなというふうに思います。まあ、前回のイベントとか、あと今回ですね、中国の方とかで取り上げられているですね、すでに出ている情報とかをまとめていこうかなと思います。まあ、普通のまとめは多分みんな作ると思うんですよ。他の実況者とかが普通に作ると思いますんで、まあ、僕の方はですね、まあ、僕なりの観点だったりとか、まあ、お得な情報、そのお得になるであろう情報ですね、それを話していこうかなというふうに思います。まず一つ目ですね、まあ、こちらをご覧ください。どうぞ。これがですね、あのエヴァンゲリオンの公式のツイッターがですね、載せている写真なんですけれども、まあ、その特務機関ネルフが災害対策用の車両をですね、作りましたよっていうのをこうやって出しているわけなんですよね。で、こうやってまあジープスケンになりそうな車を2台出してるんですけれど、最初に言います、あの残念ながら今回の新しい新車はジープスケンではありません。申し訳ないです。画像は持ってますけど出すことはできません。しかし今回もセダンです。セダンスキンですね。そしてあんまり前回と見た目変わらんすよ。最初に言います。あの画像出せないんで、画像使えないんで言いませんけれど、言いませんとか出せませんけれど、あの前回とあんま変わらんので、そんなまあその見た目の変化っていうのはまあ期待しなくていいのかなというふうに思いますね。はい。で、二つ目ですね、ちょっと金券配布についてよく聞きありますんで、まあこれを機にちょっと話そうかなというふうに思います。まず言います。金券配布ないっす。ありません。データも入ってないですし、金券配布自体するのであれば告知します。公演運営、まず事前に金券配布するんだったら告知するんですよ。まあ、中国の方だけで告知したいとかもあるんですけれど、どっちもないですね。まあ、なんで金券配布はないです。重ねて言いますけれど、前回あったのは、まあ、あくまで令和になってすぐだったりとか、そういう部分で話題になるからしただけで、まあ、今回はまあエヴァンゲリオンコラボをするというだけで十分あの話題になりますんで、まあ、ないのかなと。そんな感じですね。はい。で、次ですね。前回のそのガチャのピックアップについてちょっと話そうかなと思います。まあ、一応ね、そのリストみたいなのがあるんですけれど、リストで言ってもね、皆さんちょっとわかりづらいと思いますんで、そして皆さんが、セットスキンで、まあ、そのガチャのピックアップで出したいスキンって正直、セランスキンだけだと思うんで、まあ、セランスキンだけについて話していきますけれど、まあ、前回ですね、セランスキンの名前が使命という名前だったんですけれど、使命のですね、ピックアップが全体の期間の中の3分の1の期間の間、使命のピックアップが来てます。まあ、なんで、まあ、ピックアップできるものが多いですから、ガチャ前回もですし、今回も多分多くなると思いますんで、ピックアップが来た日にその回したいのであれば、欲しいのであれば、まあ、課金することをお勧めします。まあ、しかしね、エヴァンゲリオンセランスキンって前回もあんまり強くなかったですし、今回もそんなめちゃくちゃ強くなりそうな気はしませんので、まあそこら辺はね、まあ正直セランスキン持ってないんだったら、復刻ガチャの方回した方がまあ安定はするのかなといった気はしますね。わからんですけどね、見た目は知ってるんですけど、中身まだその検証のしようがないんで、そんな感じです。で、次ですね、機密解析レポートっていうのがまあ今回も実装されますね。それみたいな機密解析レポートって何やった話、ちょっとわかんない人もいると思うんで、まあ改めて説明しますけれど、機密解析レポートというのは課金ガチャを充電するためにもらえるアイテムで、まあ、それを交換して、まあ、他のアイテムとかをもらえるみたいな、そんな感じのですね、イベントというか、そういうまあキャンペーンというか救済みたいな感じなんですよね。まあ、いつもやってるその150連で金額確定みたいなキャンペーンと、まあ、同義と思ってください。同じ感じと思ってください。で、まあ、前回はその10連回したら10個ですね、レポートがもらえたんですよ。まあ、そこの仕様はまあおそらく変えないのかなというふうには思います。そしてですね、その機密解析レポートで、まあ、前回と今回内容はほぼ変わらんと思います。中国サイトでも一部出てます、アイテムが。一部そこで交換できるアイテムっていうのが出てまして、前回のバイク、これのみが公開されてます。まあ、バイクを一番そのトップに出すってことは、例えばその前回のセダンとか今回のセダンをそこで交換できるとか、そういう新しい仕様とかはないと思います。あるとしたら新実装の服ですかね。まあ、服もそんなに必要かみたいな思う気持ちはありますんで、まあ、前回みたいにちょっと不具合実装してくる可能性っていうのもまあ十分考えられますけれど、まあ、現状はそんななさそうですよね。で、前回交換できたバイクっていうのがまあ二輪バイク用のスキンで、まあタイヤが4つついてるやつですね。まあ、あれがまあそのレポート600個で交換できると、つまり600連回したら1個バイクが交換できるといった感じです。まあぶっちゃけまあそんなポン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 交換できないかなっていう、そんな回しとったら先にガチャでバイク出ますからね。まだそんなにね交換できるものではないかなというふうに思います。
思います。まあ、あと、まあ、ここでねその交換すべきものって言ったらスキン、副スキンですね。あのシンジとカオルくんの副スキンですね。シンジくんの副スキンがですねレベル6チケット25枚、カオルくんがレベル5チケット25枚で交換できました。まあ、そんな感じですね、うん、でもう一つですね、あのミッションでも前回ですねアイテム交換できたんですけれど、こちらでですねあのリックのペンペンですね、これが調査レポートっていうやつ40個で、まあ、交換できるよといった感じでした。まあ、ハードル的にはそんなに高くないかなっていった感じですね。前回もそうですけれど もう今回はちょっと新しいスキンがここで実装された場合はちょっと難しくなるかなといった感じします。銀魂コラボでもそうでしたし、その前のその交換イベントとかもそうなんですけれど、最近結構イベント交換のアイテム全部交換をしようと思ったら結構難しいハードルを超えないといけなかったりしますので、まあ、ここに関してはがっつり欲しいのであれば毎日ログインしてミッションをこなしていくっていうのは必須になるかなというふうに思いますね。はい、前回は簡単だったんですけど、今回はまあ難しくなりそうですね。銀魂コラボはだってなんだかんだフルコンプリートでしてる人結構少ないんじゃないですか。僕も全然余裕で無理ですもんね。余裕で無理。マジで。特にエリザベスのカバン、エリザベスのリュックがマジで無理。多すぎだろうね。めっちゃ必要だもんね、あれな。そんな感じですわ。で、次ですね。まあ、この間の方もですね、JP の告知で、その服のですね、チケットを一部交換できますよってあったじゃないですか。そのレベル2とか3を使って交換できますよってあったと思うんですけれど、まあ、今回もそれが来ると。いった感じで、まあ、前回の内容の方をちょっとね、話していこうかなと思いますけれど、もう画像出さんでいいだろってレベルですよ。パーカーとかです。前回やったの。前回やったのパーカーとかです。今回もそんなね、変わらんと思う。正直。例えばその、シンジ君の服があるとか、アスカの服があるとか、そういうのないっす。多分ないと思うね。まあ、正直そこでね、まあ、優遇したところで何の徳川公園運営にあるんやって言われたら、ないからね。マジでないから、まあ、今回もパーカーとかじゃないですか。まあ、毎回ねそこで交換できるものってそんなにいいものが来るわけではまあありませんので、そんな同じ感じなのかなと、いった感じですわ。はい。で次、前回はですね、まあその紫のジュースキンっていうのもまあ実装されたんですよね。まあオレンジもねもちろんあったんですよ。プログレッシブナイフとか、まあ、そのポジトロンライフルとかロンギヌスのやりとか結構あったんですけれど、前回は紫のスキンがありました。まあ葉っぱとか P90 ですね、サイガとかありましたけど、ここに関してはまあそのまた追加でね、なんかいろいろ追加でね実装してきてもおかしくないかなっていう感じがします。毎回ね進撃コラボの時とかも、まあ、追加で新しいスキンとかこれねダイヤル変えるやつ追加してきてますし、結構その最近公演運営ユーザーからねダイヤ吸い取るの好きみたいなんで、なんか知らんけど好きみたいだからですね、まあしてくるんじゃないかなという感じはありますね。はい。まあ、結構 JP サーバーに関しましては、サッカーフェスのね、俺が出した、ダイヤ増殖で、JP サーバー全体のダイヤの額ってのがめっちゃ多いんで、まあ、それをずっとがっつり回収してくるのかな、というふうに、まあ、思いますね。はい。で、次ですね、こちらご覧ください。こちらの画像ですね。まあ、これがですね、まあ、荒野行動の、まあ、中国の公式の方に出ておりました画像ですね。まあ、今回もなんか、多分これ、進撃の巨人の時のですね、まあ、レジャーと同じで、倒した人の数だけ、その、確定でアイテムが、もらえるみたいな、そんな感じだと思いますね。これね、皆さん、知っといてほしいのが、多分これがあるってことは、リセマラできますね。確定でリセマラできる。まあ、この中身の宝箱が、よっぽどゴミじゃない限りはできると思いますんで、ここはちょっとね、貼っといた方がいいっすよ。前回は途中でね、あれなんですよ、同端末制限が来ちゃったんですけれど、まあ、今回も途中で来ると思いますね。ただ開始数日はここでリスマラログインするだけでできるみたいな状況にまあ多分なると思いますんで、まあその辺はねちょっと後日できそうだったら動画出してまあ追っていこうかなと、まあライブでもすると思いますのでよろしくお願いします。これでまあほぼほぼリスマラは1確定ですね。はい。嬉しい、めっちゃ嬉しいな。で、次ですね。まあ、JP ではエヴァンゲリオンコラボをしていると思うんですけど、実は中国ではですね、なんか映画とコラボしてるらしいんですよ。なんかスワットコラボみたいな。まあ、スワットじゃないと思うんですよね、実際。なんか中国のその戦術軍みたいな、なんて言うんだろう、そういうね、まあ、CIA みたいな、そういうのがあるんですけれど、それとコラボしてるらしいんですよ。まあ、これはまだね、続報がわかんないんであれなんですけれど、わかり次第ちょっと僕のチャンネルの方でも取り上げて動画の方出しますんで、なんかお得な情報とかあったら、それで出して、ディスマラあったらディスマラもね、ライブでってみたいなするので、ね、よろしくお願いします。まあ、そんな感じで話していきました。最後に出しますけれど、ちょっと画像、まあ、こちらですね。これね何のこっちゃって思うと思うんですけど、実は中国って公式サイトでアカウントの売買できるんですわ。やばくないですか。
単純にね、これ驚いた。そんな大丈夫みたいな思ったんですよね。普通になんか売っとるっていうね。まあ、なんで中国じゃこれできるかっていうと、中国にはないんですけど、日本にある法律ってのがあって、日本にあの換金法っていうね、その物を勝手にそのね、なんか売買しいけないっていう、そういうね、法律があるんですよね。なんかそういう買取的な部分ですね。買取とかを勝手にしてはいけないっていう法律があるんですよね。まあそのオークションサイトとか、それのね、抜け道をうまくついてから、運営されているんですけれど、日本では基本的にですね、そうやって勝手に買取の禁止なんですよ。だけど、まあパチンコとかも本当は違法って言うじゃないですか。まあ、そしてそのゲームアカウントとかも、取引って違法なんですよね。ゲームアカウントを現金で販売する行為、そして購入する行為も違法なんですけど、中国にはその法律がないんで OK なんですよね。その文化の違いというか法律の違いでね、ここまで差が出るかというふうに思いますけれど、これ面白いですよね、マジで。ちなみにこのサイト使うとですね、アイテム切り抜かなくても勝手にその切り抜かれた画像が使われてますんで、コラ画像とか作りたい人はこのサイト結構ね見てみるといいと思います。概要欄一応リンク貼っときますんで、よかったら見てください。まあ、こんな感じでね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォローバーしろって言われたらフォローバーしますので、よろしくです。 Tech とクビルダム、そちらの2つもやっておりますので、そちらもよろしくです。ビルダムの方ではクランロゴ作成配信ですね。あとまあ YouTube のコミュニティ欄の方では、また同じ感じでクランロゴプレゼントしますよっていう企画もやってますので、そちら2つのチェックもよろしくお願いします。最近 LINE の方でですね、動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、 LINE の登録もよろしくお願いします。あとサブチャンネルでも、ぼちぼち動画上げてますので、よかったらそちらも見てですね、登録してください。よろしくお願いします。そんな感じです。それでは。